まずは久我選手から伺います。チームの勝利おめでとうございます。ありがとうございます。デッドボールとエラーのランナーでランナーがかかりました。マウンド上には大投手の大見投手、どういった意気込みでバッターボックスに入ったんでしょうか。大見が嫌いです。いやもう自分で決めてやろうと思いついて、すばらしいなと思いました。打った球種と手応えを教えてください。もう球種は多分フォークだと思うんですけど、ちょうど自分の決める高さが来たんで、ラッキーでした。今日のマツダスタジアムは3万1680人のお客様がお越しになりました。そうですね、皆さんたくさんの、ファンの方に声援していただいて、それが力に変わり出たような気もします。ありがとうございます。あれも大きなプレーになりましたね。そうですね、ジャイアンツとして、させたということは守備の面からまた攻撃に移ればという結果があるので、よかったと思います。福田選手にはまた後ほど伺いましょう。では澤田投手にも伺います。澤田さん、ナイスピッチングでした。It felt really good. It's definitely good to see the crowd come out, and we're just making that playoff push, so trying to get to that climax series. また応援よろしくお願いします。